父が、スペンサー白爵位を継承した1910年から、自身が爵位を継承する1922年まで、オールトラップ死釈の儀礼称号を使用した。愛称はジャック。ダイアナ元皇太子妃の祖父。ウィリアム王子、ヘンリー王子の曾祖父。ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子、アーチー・マウント・バッテン・ウィンザーの高祖父。第6代。 スペンサー伯爵チャールズ・スペンサーの長男としてロンドンに生まれる。母はマーガレット。国王エドワード7世が大父の一人であった。ハーロー校を経てケンブリッジ大学トリニティカレッジへ進学する。1916年にはノーザンプトンシャーの治安判事に就任する。1917年から1918年にかけては ライフガーズの隊員として第一次世界大戦に従軍したが負傷して前線から下げられた。1922年9月26日にスペンサー伯爵位を継承して貴族院議員に列する。その後、ノーザンプトンシャーの地方政治家になり、官邸家としても活躍。ウォレスコレクションの保管委員や王立裁縫学校の校長、また、 ロンドン高校協会や王立芸術協会のフェロー、ビクトリアアルバート博物館の顧問会議の議員等を歴任。また1924年から43年間にわたって国防義勇軍に所属した。1924年にノーザンプトン連隊第4大隊から大佐の階級を贈られる。また1937年にロイヤルエンジニアーズの第 50AA 大隊からも、 大佐の階級を送られる。1952年から1967年までノーザンプトンシャー州当館を務める。1975年6月9日にノーザンプトンで死去した。爵位と家督は長男のエドワードが継いだ。気難しくてぶっきらぼうな人物だったと言い,い、息子エドワードとの交流もほとんどなかった。ダイアナも幼い頃、祖父が怖かったという。 しかし晩年には、息子、エドワードの愛人であるレインが、仲介役になって親子関係を修復した。ステッキの収集をしていた、スペンサー卿は、頻繁にステッキを送ってくれるレインが大好きだったと、言う。自分の屋敷への思い入れが強く、邸宅に飾られているすべての絵画や、家具の由来を説明できたので、官長伯爵と呼ばれていた。 屋敷内を見学する訪問客が屋敷を汚さないよう畑を持ってついていくことが多かったという。首相ウィンストン・チャーチルが訪問した際には口に加えた葉巻を没収したこともあったという。1919年に第三代アバコーン公爵の次女シンシアハミルトンと結婚した彼女との間に二人の子供を設けた。ありがとうございます。